日本占領時期のインドネシアでは、第二次世界大戦中の1942年3月から1945年9月終戦にかけて大日本帝国が占領した、ランインと通称される当時のオランダ領東、インドについて説明する。この時期は、インドネシア史における最も重要な時代の一つである。オランダ領東インドは1819年以来、 オランダの植民地にされていた。しかし、ドイツによって、オランダ本国が1940年に占領されたため、オランダは大日本帝国軍に対抗して、同植民地を守る能力がほとんどなく、ボルネオへの最初の攻撃から3ヶ月も経たずに、日本の陸海軍がオランダ軍及び連合軍を圧倒した。当初は大部分のインドネシア人は喜んで、 オランダの植民支配からの解放者として日本側を歓迎し、日本はオランダが禁止していたインドネシアという故障を公の場で使用することを解禁した。しかしながら日本軍は連合軍との戦いを成功に導き勝利を得るための戦略立てとはいえ、占領後しばらくするとオランダ同様に結社や集会、政治に関する言論、行動及び民族機使用の禁止を布告し、 インドネシア民衆の期待を裏切ったこともあった。また戦争遂行にあたり、現地のインドネシア人にとっては、厳しい規律の日本式の軍政や公民化が施され、基金を招いたもみの強制教室、防衛強化のための労務者と呼ばれる過酷な重労働を課せられたものもあり、戦時下の寒難深苦に耐えるよう期待されていることを彼らが悟るにつれ、その感情は変化していった。 負の側面もあった。こうした立ち位置の違いにより、鉱材の両方の意見や認識があるものの、厳しい教育により優秀な人材が育成されたことや、英語やオランダ語ではなく、インドネシア語が公用語になったことなど、日本の軍政施策が結果的にインドネシアやインドネシア民衆のために役立った性の面があることも重要な事実である。 1944年から1945年にかけて連合軍の主な部隊はインドネシアを迂回しており、ジャワやスマトラのような人口の最も多い地点に入って戦うことがなかった。そのため、1945年8月の日本、幸福時にもインドネシアの大半が依然として日本の占領下にあった。この占領はインドネシアで初となるオランダにとっての 深刻な課題であり、オランダの植民地支配を終わらせるものとなった。また、その終結時までの変化は、非常に多彩かつ尋常ならざるもので、その後の経緯として、インドネシア革命が、ほんの3年前には、実現不可能な方法で可能になった。しかしながら、オランダはこの元植民地を奪還しようと画策し、外交的、軍事的、社会的な、 厳しい戦いが5年にわたって行われ、最終的には1949年12月にオランダがインドネシアの主権を認めることとなった。第二次世界大戦中に日本人が作成したランインで最も人口の多いジャワ島を描いた地図。1942年までインドネシアはオランダによって植民地化されており、オランダ領東インド諸島として知られていた。 1929年、インドネシア民族主義の黎明期に、インドネシア国民党の指導者スカルノとモハマット・ハッタは、太平洋戦争を予見し、インドネシアにおける日本の親中が独立にとって有利に働くかもしれないと考えていた。日本人は自分たちがアジアの光であるとの言葉を広げた。19世紀末の日本は、技術や、 社会の近代化に成功した唯一のアジア国家で大半のアジア諸国が欧米の権力支配下にあった時も独立を保ち続け日露戦争ではロシアという欧州の力を打ちまかしていた。シナ事変の後日本は東南アジアに目を向けて他のアジア諸国に応答は共栄権を提唱。これは日本のリーダーシップ下における一種の交易権として説明された。 20世紀前半に日本人はアジアにおける影響力を徐々に拡大し、1920年代から1930年代にかけてはインド諸島とのビジネスを確立した。小さな街の離発し、写真スタジオ、セールスマンから大規模百貨店や鈴木商店や三菱グループといった企業までが佐藤取引との関連で進出した。 1931年に日本人の人口は居住者6949人でピークに達し、その後は主に日本とオランダ両東インド政府との間の経済的緊張から前言していった。特にムスリム系政党のインドネシア人、民族主義者との関係を築くべく多くの日本人が同政府から派遣され、インドネシア人民族主義者たちも日本訪問の支援を行っていた。 こうしたインドネシアでの民族主義奨励は日本側のより遠大なアジア人のためのアジアという計画に向けた一部だった。大部分のインドネシア人がオランダの人種に基づく植民地システムを廃止するという日本の約束に期待する一方、オランダ支配下で特権的地位を享受していた中国系インドネシア人はこれを楽観視できなかった。また、 ファシズムに対抗するソビエト連邦の統一戦線に追従していたインドネシア共産党の地下、組織メンバーも懸念を示していた。1930年代後半における満州国の設立及び日清戦争後の台湾の日本統治は反日運動を支援するための資金を準備したインドネシア家協の間に不安を引き起こした。オランダの諜報機関もインドネシアで暮らしている。 日本人を監視した。1941年11月、インドネシアの宗教的、政治的グループ組織かつ労働組合でもあるマジリス、レイクヤットインドネシアは、戦争の脅威に直面して、インドネシア国民の動員を求める覚書を、オランダ領東インド政府に提出した。同政府は、このインドネシア人団体を、国民の代表とはみなさなかったため、その覚書は拒否された。 その後、わずか4ヶ月も経た,たぬうちに、日本側がこの軍党を占拠していった。日本側のラニイン新軍、1942年1941年12月8日、オランダ亡命政府が日本に対して戦争を宣言した。1月には、アーチボルド・ウェーベル将軍の指揮の下、東南アジアにおける連合軍を調整するためのアブダ司令部が結成された。 侵攻に至るまでの数週間で、オランダの政府高官は、政治犯、家族、個人的職員を連れて、オーストラリアに亡命した。日本軍が到着する前には敵対する、インドネシア人グループ間での対立があり、そこでは、人々が殺害されたり、行方不明になったり、隠れ潜んだりした。中国人及び、オランダ人が所有していた財物は荒らされたり、破壊された。 1942年初頭における日本の進攻は迅速かつ完璧なものだった。1942年1月までにスラワ氏とカリマンタンの一部が日本の支配下となった。2月までに日本人はスマトラの上陸を完了し、そこで現地のアチェ人にオランダに反抗するよう推奨した。2月19日、すでにアンボンを占拠した。 日本側の東方死体はティモール島に上陸し、クパン近くの西ティモールに特殊落下産部隊を降下させた。そして12月には侵攻してきた連合軍を追い出すためにポルトガル領ティモールのディリ地域に上陸した。2月27日、日本阻止を目的とした連合軍海軍最後の奮闘はジャワ海域の戦いでの敗北により一掃された。 1942年2月28日から3月1日にかけて日本軍はジャワ島北海岸沿いの4地点に一斉上陸した。最も激しい戦闘がアンボン、ティモール、カリマンタン、ジャワ海域での進行地点で行われた。バリのようにオランダ軍がいない場所では戦闘が行われなかった。3月9日、オランダ軍司令官は 総督のアリデュウス・チャルダファンス・スタルケン・ボルフ、スタック・ハウエルと共に降伏した。日本側によって描かれたバタビアにおける日本軍突入の外洋日本の占領は当初、大日本帝国軍旗を振って日本は私たちのに万歳大日本などの指示を叫ぶインドネシア人から楽観的な熱意で歓迎された。日本軍が進駐するにつれて反体制的な インドネシア人が事実上すべての軍刀地域でヨーロッパ人グループを殺害するようになり、より大きなグループの居場所については日本軍に確実に知らせていた。著名なインドネシア人作家のプラムディア,アナンタトゥールは次のように述べている。日本軍の到着とともにほぼ全員が希望に満ち溢れていた例外はオランダ人のために働いていたものだけだった。占領期に 現地インド人の米ンハーラルイフェキトールに発行された、日本の身分証明書植民地軍は収容所送りにされ、インドネシア側の兵士は解放された。日本軍による植民地運営で、オランダ人管理者がそのまま維持されることを期待して、大半のオランダ人は去るのを拒んでいた。ところが彼らは強制収容所に送られ、日本人、または、 インドネシア人の交代要員が上官及び技術的地位として動員された。日本軍は港湾や郵便などのインフラ及びサービスを政府の統制とした。10万人のヨーロッパ民間人が公金された上、8万人のオランダ、イギリス、オーストラリア、アメリカの同盟軍兵士が捕虜収容所に行き、そこでの死亡率は13から30%だった。 インドネシア人の支配階級は日本の軍当局と協力し、日本側はそのまま現地の政治エリートたちに権力を維持させて新たに到着した日本の産業工場や企業及び軍隊に彼らを雇用した。インドネシア人の協力により日本の軍事政権は大規模な軍当の水路及び空路を確保することができ、その島を連合軍の攻撃に対する防衛拠点として 使用することができた。日本の植民地支配者はインドネシアを3つの地域に分けた。スマトラ島は第25軍の配下に置かれ、ジャワ島とマドラ島は第16軍の配下に、ボルネオ島とインドネシア東部は第2艦隊によって統治された。第16軍と第25軍はシンガポールに本部を構え、統治命令が スマトラ島のみに縮小されて本部が武器ンギに移る1943年4月まで英領マレーを統治した。第16軍はジャカルタに本部を置き、第2南方艦隊はマカッサルに本部を置いた。オランダ人が現地人に対して行った不民化政策と違って、日本人は管理養成学校、市販学校、農林学校、商業学校、工業学校、 以下大学、商船学校などを開校し、インドネシア人に広く高等教育を施し、インドネシア語を公用語とした。特に、ジャワとスマトラで、日本人は多くの若い、インドネシア人のエリートを育て、共土防衛義勇軍も創設し軍事訓練を課して、武装させ彼らの民族主義的指導者たちに国民的自覚を与えた。このように、 オランダ植民地体制の破壊とインドネシアのナショナリズム促進の両方を経験させた日本の占領が太平洋戦争での日本降伏から数日以内にインドネシア独立宣言に至るだけの状況を作った。そして太平洋戦争後も残留していた勇士の日本軍将兵の1000人以上がその後のインドネシア独立軍に参加することになる。ジャカルタの収容所。 1945年頃、居住地域や社会的地位によって、占領の体験には大きな差があった。アジアの教科書によると、戦争の遂行に重要だと考えられる地域に住んでいた多くの人々は拷問、従軍慰安婦、恣意的な逮捕及び処刑などの戦争犯罪を経験したとされる。対面鉄道やサケティバヤ鉄道などで、インドネシアから何千人もの人々が、 日本軍の計画による強制労働者として連れ去られ、虐待や飢餓によって苦しみ死亡することもあった。ジャワでは400万の1000万人の労務者が日本軍によって労働を強制された。約27万人のジャワ人労働者が他の東南アジアの日本領地に派遣され、ジャワに帰国できたのが5万2000人だけのため、その死亡率は80%とされている。しかしながら、 ハガミチオは、労務者について、どのくらいの人数が動員されたのか正確には判明していないと述べている。水間正則は何万人ものインドネシア人が、飢餓状態あるいは奴隷労働者として働いていたなど、日本人からひどい扱いを、受け強制労働させられたといった類の主張は、自身が調べた様々な証拠資料の事実と反するとし、そうした、 奴隷労働させられていたなどという反日的な誇張の類がインドネシアの教科書などに記載されるようになったのは欧米に留学していた者たちがインドネシアの養殖を占めるようになった1990年代からであると述べている。独立戦争では独立が達成される前に数万人や数十万の人々が日本軍、連合軍及び対立する。 インドネシア人との戦いで死亡することになった。後の国連報告は日本による占領中の基金と強制労働の結果、インドネシアでは400万人が死亡したと主張した。オランダ政府の調査は日本軍がどのようにインドネシアで女性を慰安婦として強制雇用したかを説明した。そこでは日本軍の売春宿で働いているヨーロッパ人、 女性200人から300人のうち、およそ65人は、ほぼ確実に売春を強要されたと結論付けていた。他の若い女性は、収容所や戦時中の社会で様々な圧力に直面しており、仕事として売春提供したことは認めたが、その性質が明示的に述べられていないものも多い。日本軍政当局に対して、レジスタンスを展開したシャリフディン。 独立後に、インドネシア共和国の情報省、国防省、首相などを歴任するも、スカルノとの対立の末にクーデターを起こし、逮捕、処刑される、インドネシア青年団を地下活動に導いたスタン、シャフリルに次ぐ、唯一の著名な反体制政治家は、サハのアミル・シャリフディンで、彼は、 マルクス主義者や民族主義者との関係を通して地下のレジュスタンス運動を組織するため1942年初頭に2万5千ギルダーをオランダ人より与えられた。1943年に日本軍がアミルを逮捕するもインドネシアで人気があったことから戦争遂行にとっての重要性が日本側に認識されていたスカルノの介入もあって処刑を過労死で免れた。 スラバヤに拠点を置くアミルのグループ以外で、連合側に味方する最も積極的な活動集団は、カキョウ、アンボン島民、マナド市民だった。南カリマンタンでは、ポンティアナック事件が起きる前、インドネシア人民族主義者とオランダ人による日本軍への反乱計画が発覚した。一部の資料によると、これは1943年9月に、 南カリマンタンのアムンタイで起こり、イスラム国家の創設や日本人の追放が含まれていたが、同計画は潰された。1943年に日本人は王族の一員であるスルターンの天クラクマデラを処刑した。1943から44年のポンテアナック事件にて日本軍はカリマンタンでマレーのスルタン全員を含むマレー人エリート及び、 アラブ人、中国人、インドネシア人、オランダ人、インド人、ユーラシア人の大量逮捕を行った。彼らは日本の統治を倒そうと企てたことで告発され、その後全員処刑された。イスラーム教のペムダムハマリアなどの民族集団や組織のすべてが日本軍を転覆させて西ボルネオ人民共和国を創設する計画に関与していた。 日本軍は嘘吹いて主張した。日本軍は互いに敵対していたスルターン、中国人、インドネシア政府関係者、インド人、アラブ人が日本軍を皆殺しにするため一丸となったと主張し、計画された反乱の首謀者の一人としてポンティアナックのスルターンを名指しした。最大25人の貴族、ポンティアナックのスルターンの親族、 他多くの著名人が計画の参加者として日本側に名指しされ、その後マンドール、マンドーアンに行って処刑された。ポンティアナックの他にもサンバス、ケタパン、メンパワなど各地のサルターン全員が日本軍によってそれぞれ処刑された。この事案は十二度校として知られている。ジャワ島で日本軍はシャリフ・モハマド・アルカドリというスルターンの息子である。 シャリフ・アブデル・ハミド・アルカドリを投獄した。処刑時期に、ジャワにいたため、このハミド2世は、彼の家族の中で殺されなかった、唯一の男性となったが、一方で、日本軍は、ポンティアナックのスルターンであるムハンマド・アルカドリの、男性親族28人全員を処刑した。日本人によって処刑された、ポンティアナックのスルターンの親族29人の中には、 ポンティアナックの多い継承者がいた。1944年後半に同事件に関与しておりその残虐行為で知られていた中谷という名前の日本人男性を大約族が暗殺した。ポンティアナック、ムハンマド・アルカドリの4番目の息子、ペンゲラン・アゴーンともう一人の息子、ペンゲラン・アディパティが、この事件で両方とも日本人に殺害された。日本側は公開処刑にて、 この両名を残首した。日本人による、ポンティアナックのマレー人エリートの殲滅は、代わりに、新たな、大約族エリート出現の道を作った。メアリー・カイ・ソマーズ・ヘイ・ドゥーズによると、1945年5月から6月に、かけて、サンガウにいた何人かの日本人が、大約族による反乱で殺害された。ジェイミー・エス・ビッドソーンによると、多くの大約族を呼び、 日本人が殺害されたこの反乱は1945年4月から8月にかけて起こり、マジャン村戦争と呼ばれた。ポンテアナック事件は学者によって2つの事件に分けられ、異なる日にいくつかの段階で発生した集団殺害や逮捕に従って様々に分類されている。このポンテアナック事件はカリマンタンにいる中国人コミュニティに悪い影響を与えた。 アチェ州のウラマーは1942年2月にオランダ側と対立して反乱を、そして1942年11月には日本側と対立して反乱を起こし、オランダ軍と日本軍の両方と戦った。この反乱は全アチェ宗教学者協会により主導された。この暴動で日本人は18名が死亡したが、一方で彼らはアチェ人を最大100人。 または120人町にわたり大量殺害した。この反乱は、バユで発生し、トジョット・プライング村の宗教学校を中心に起こった。同反乱中の11月10日と13日に、迫撃砲と機関銃で武装した日本軍は、ブーのガンポング・トゥーンが及びトジョット・プライング村にて、トンクー、アブドゥル・ジャリルの下で刀を振るう、アチェ人に襲撃された。 1945年5月、アチェ人は再び反乱を起こした。大日本帝国軍による訓練を受けているインドネシアの若者独立戦争が開始されるまでの数十年間、それまでも小規模な民族主義運動が起こってはいたが、オランダはそれらをすべて抑え込むことに成功していた。そのため、日本人は将来のインドネシア独立のための基礎づくりを行うことを保証した。 占領期に日本人はインドネシアの民族主義的感情を奨励及び支援して新たにインドネシア人の機関を創設しスカルノのような民族主義の指導者らを後押しした。インドネシアの民族主義に備わった解放性は日本人によるオランダ植民領の大部分の破壊と組み合わさって第二次世界大戦後のインドネシア独立戦争の根幹となった。とはいえ、 占領当初は民族主義的なインドネシアの旗の使用を許可したものの2ヶ月後に再び禁止した。実際、国の政治組織や政府に関するいかなる議論、組織、施策、宣伝が厳禁とされた。彼らはオランダ領東、インドを3地域に分け、それを南方領土と呼んだ。1943年に東京が フィリピン独立に向けた準備をしている間、彼らは同時進行でインドネシアの島々を大日本帝国に並行することを決定した。太平洋戦争が転機を迎える1944年末まで日本側はインドネシアの独立を真剣に支持していなかった。日本の政権はジャワ島のことを政治的には最も洗練されているが、経済的には 最も重要度の低い地域だと認識しており、そのためジャワ島の人材を日本の主な資源とした。また、オランダの抑圧とは、対照的に日本はジャワ島にてインドネシアの民族主義を奨励したことで、現地の政治意識を高めた。ただし、海軍の支配下にある外側の島々は、政治的には発展途上ではありながら、日本の戦争遂行にとっては、 経済的に重要視されており、これら地域はインドネシア全域の中で最も圧政的に統治されていた。このようなインドネシア各地における日本軍政当局による抑圧度の差と民族主義教育による政治的な意識の差はインドネシア共和国の独立直後に起きた独立戦争の過程において深刻な影響を与えることになる。 メディアを再生する大日本帝国とインドネシア民族主義運動の間を取り持つスカルも、同盟関係を検証した1966年の ABC レポート西側連合軍と戦争を遂行する過程においてインドネシアの人々の支持を得て彼らを動員するため日本の占領軍はインドネシアの民族主義運動を奨励してインドネシア人の国家主義的指導者をリクルートした 例えば、スカルの、ハッタ、キファジャルでワンタララを動員し、1943年4月16日に、中央人民団結委員会を結成させて、インドネシアの人民の支持を得ようとした。このプテラは1944年3月1日に、ジャワ暴行会に改編された。これらの組織に動員された人々の中には、労務者として、強制労働に従事させられた人もいた。 日本軍はまた、インドネシアの若者に、共同防衛義勇軍、ペンバラ・タナやペタと呼ばれる義勇軍を結成し、軍事訓練及び武器の提供を実施していた。インドネシアの若者に施した日本の軍事訓練は、もともとは目下崩壊しつつある大日本帝国の勢力圏を支えるために、現地住民の支援を得ることを目的としていたが、 後のインドネシア独立戦争では、インドネシア共和国にとって重要な資源となり、また1945年におけるインドネシア国軍の形成につながった。1945年4月29日、ジャワ島における第16軍の司令官である原田熊吉中将は、第16軍支配下にある地域の独立を確立させる初期段階として、 独立準備調査会を設立した。新たに発言されたインドネシアの民族主義に加えて、来るべき独立闘争と国内革命にとって等しく重要となったのが、日本側が組織した経済的、政治的、社会的解体とオランダ植民地国家の壊滅である。日本軍は連合軍に敗れる前に、 インドネシア青年に飛行機の操縦を教えており、日本軍の練習機がインドネシア独立戦争に使用された。政治学博士のジョージ・エス・カナヘレは、著書、日本軍政とインドネシア独立において、日本の果たした役割として以下の4点を掲げている。オランダ語や英語を禁止した。このために公用語としてインドネシア語が普及した。青年に軍事訓練を課し、 厳しい規律や忍耐力を教え、勇猛心を植え付けた。オランダ人を一掃し、インドネシア人に高い地位を与え、能力と責任感を身につけさせた。ジャワにプートラや方向会の本部を置き、国土の隅々まで支部を作り、組織の運営方法を教えた。幸福の条件を聞いている日本の司令官、マッカーサー最高司令官は1944から45年に、 ジャワを解放すべく連合国軍と共に戦おうとしたが、統合参謀本部及びルーズベルト大統領からの命令が降りなかった。そのため日本の占領はポツダム宣言受諾による降伏で正式に集結し、その2日後にスカルノがインドネシア独立を宣言した。しかし、インドネシア軍はその後4年間独立に向けて今度はオランダと戦うことになる。 アメリカ側がジャワでの戦争を抑制したことで確かに日本人、ジャワ人、オランダ人、アメリカ人の多くの命が救われた。ただしマッカーサーが自分のやり方を採用してアメリカ軍がジャワを占領した場合インドネシアの独立はより迅速かつ円滑に達成されただろうとする説もある。後年の国連報告書は日本による占領の結果として インドネシアでは400万人が死亡したと記している。1944から45年にかけて、ジャワでは約240万人が食料を不足で死亡したとされる。西側の囚人を収容している捕虜収容所の解放は迅速ではなかった。ただし、戦後における収容中の状況はそれ以前の収容下よりも良好だった。というのも今回は、 赤十字社の補給品が利用可能になったためで、また連合国軍が日本の統治下のインドネシアを最も凶悪で残忍な占領者の拠点とみなしたからである。戦後4ヶ月の交流を経て、西側の非収容者はインドネシアを去ることを条件に解放された。この送還プロセスは大部分の個人にとって約1年、しばしば2年以上かかったものの、ほとんどの日本軍兵士及び、 植民地管理の文民が戦後日本に送還された。数千人以上の肉体労働や治安維持活動といった戦争犯罪に関する選別及び約千38人の個人に対する戦争犯罪裁判を経て彼らは残りの日本の船で日本に送還された。約千人の日本人兵士が自分たちの部隊から脱走し彼らは自分自身を 現地のコミュニティに同化させた。これら兵士の多くは、トニーや他のインドネシア軍事組織に加わり、アブドゥル・ラクマンを含む、こうした元日本兵の多くはインドネシア独立戦争で死んだ、日本軍とインドネシア共和国軍の最大の武力衝突であるスマラン氏の青年団が、日本軍政党局と5日にわたって竹槍で戦ったスマラン事件を記念する青年の日。 戦闘、暴力、犠牲、勝利を象徴するレリーフが刻まれた5本の竹槍が合体したろうそくのような形をしている。その右下に見えるのが、スマラン事件の象徴である5本の竹槍のオブジェである。裁判での日本人兵士たち日本とインドネシア間の武力衝突の最終段階は1945年10月、日本がインドネシア側に上とした町や都市の支配権を 連合軍との幸福条件に基づいて取り戻そうとした時に始まった。日本の憲兵隊は10月3日に中部ジャワ州のペカロンガンでインドネシア共和国の青年団員を殺害し、また日本軍の部隊は西ジャワ州のバンドンから共和国青年団員を追放してイギリスに都市を引き渡したが日本人が関与した最も激しい戦闘はすまらんで起きた。10月14日、 ジャワ島に上陸したイギリス軍がスマラン市へ向けて進駐を開始した。退却したインドネシア共和国軍は報復として捕らえていた130人から300人の日本人捕虜を殺害した。日本人500人とインドネシア人2000人が殺害され、6日後にイギリス軍がスマラン市に到着した時、一度は都市の全権を放棄した日本軍はスマラン市をほぼ占拠していた。 元ニューヨークタイムズ、東京支局長のヘンリー・スコット・ストークスによると、このスマラン事件は、日本が連合軍に敗れたことを知ったインドネシア共産党が、スマランで武装集団を組み、共産党下の独立を目論み行われたものであると、言う。当時この共産党過激派によって、日本軍は連合軍の手先となって、インドネシアの独立を妨げる敵だ。 日本人は水道に毒を入れたなどのデマが広がっていた。共産党過激派は日本軍が反撃できないことを知って武器を奪い日本の民間人を殺害し、ジャワ地区の防衛司令官の屋敷を襲撃して旅団長を監禁し日本海軍将兵らを拉致した。スマランの治安に当たっていた日本の不評体は拉致日本人約400人の救出のために インドネシア共産党過激派との戦闘を余儀なくされた。突入すると、すでに130人の日本人が斬殺されていた。日本兵らが死ぬ間際に壁に結書し、インドネシア独立万歳、インドネシアの独立に光栄あれ、天皇陛下万歳という結文字が残っていた。さすがに、その結文字は、インドネシア側に非常な感動を与えたため、その後に記念として保存されているという。 私は、もちろん、我々の連絡船や重要地域を防護するために、日本軍を武装させておく必要があることは、理解していました。とはいえ、空港から、町まで9マイルにわたり、道路を警備している1000人以上の日本軍の部隊に、出くわしたことは私にとって、大きな衝撃でした。戦後の東南アジア各地の旧日本軍の武装解除と、戦後処理に携わった。 マウント・バッテン・オブ・ビルマ・ハクシャクが1946年4月のスマトラ訪問中に見た幸福日本軍人の取り扱われ方について言及したもの。1949年までにオランダ当局は1038人の容疑者に対して448件の戦争犯罪裁判を行った。そのうち969人が有罪となり、うち236人が死刑判決を受けた。 日本の占領下で様々な教育を身につけ、日本の礼儀作法や文化を好意的に受け入れていた子どもたちや人々もいるが、社会的抑圧や経済的困窮を経験した一般住民は日本による占領を否定的に捉えている者も,もいた。日本軍政の負の評価を大きくしている者が日本人の無遠慮な現時や創やな行動原住民に抱かせた恐怖心と考えられると、 はがみをあのべ、誇張して伝えられている面もあろうが、軍人の中でも憲兵がその最たるものと言えようと、見ている。憲兵は、主として、軍事警察を司る、軍隊以外の警察であるが、かねて、行政、司法警察も司さどっていた。また、海軍には、憲兵はなかったが、海軍軍政地域に憲兵と類似の、海軍特別警察隊を臨時編成している。 戦時中に憲兵の取り調べを受けたインドネシア人は憲兵隊は上下を一するほど乱暴で残酷でした私はメガネを外され取り調べの間中そやな言葉で怒鳴り散らされるばかりでしたと憲兵の厳しい取り調べの実態について回想している。ジャワ軍政幹部治安部で勤務した小路や慶次郎は上陸直後軍政警察ができるまで治安維持は 憲兵隊がすべてやっていた。特に地方においては、憲兵というとブルッと震えたぐらい怖かったですからねと、述べつつ、スパイの摘発は、日本軍の暗記に関わる問題であって、戦闘行動、作戦行動であったと語っている。中に流行りすぎの傲慢すぎる憲兵もいたであろうが、一般的に見て、憲兵の厳しい取り調べは、スパイ摘発の職務のため仕方ない面もあり。 憲兵の怖さはインドネシアだけではなく日本の国内でも同様であった。一方、インドネシア国軍関係者の間では比較的肯定的に評価されている。民族主義指導者の一人、イワクスマス・マントリは日本軍がインドネシア人に行った教育により、漁老、農業、その他の産業分野における作業方法も改善されるようになったインドネシア人は 各専門分野におけるマネジメントの方法を学んだ。その中には農園管理や農業技術の管理から武器を扱う技術まで含まれていたと述べており、日本軍政当局はインドネシア人に行政や農園、企業経営のノウハウを学ぶ機会を与えた。戦後の1987年、アラム社第三副首相は日本占領下の時代を振り返りながら、 日本軍の軍政は良かったと実戒している。我々インドネシア人はオランダのテッサを断ち切って独立すべく350年間に渡り幾度か死産結がの闘争を試みたが、オランダの高知なスパイモーと強靭な武力と過酷な法律によって圧倒され壊滅されてしまった。それを日本軍が到来するや、たちまちにしてオランダのテッサを断ち切ってくれた。 インドネシア人が近畿弱役し感謝感激したのは当然である。日本軍の軍政は良かった。行政官の教育は徹底したものだった。原田熊吉ジャワ派遣軍司令官の熱烈な応援によりペタが創設された。ペタは義勇軍と士官学校を合併したような機関で3万8000名の長校を養成した。兵法と警察隊も編成され、 猛烈な訓練を知ってくれたばかりでなく、インドネシア人が熱望する武器をすぐに供与してくれた。無条件降伏した後も、多数の有志将校がインドネシアの独立戦争に参加してくれた。経験豊かでしかも勇猛果敢な日本軍将兵の参加が独立戦争を我々に有利な方向に導いたか計り知れない。数百年来インドネシアに住む 数百万の中国人の大部分はオランダ側に加担してインドネシア軍に銃を向けた。アラム社、第三副首相、1987年。ありがとうございます。